中日ドラゴンズ、交流戦を前に主力が続々と復帰。恐竜打線完成。攻守にバランス取れてて強すぎる。信じてええんか？まだそれほど話されてないし、ここから逆転優勝狙えるな。チュニドラファンによると今年は優勝するらしいからな。ここからギアチェンジよ。そこに小田とロドリゲスを一つまみ。あげた割にビシエドの扱い悪いな。ホームラン打たんからか。チャンスに弱すぎるんよな。結局去年からチャンスメイクしかできん言われたしな。そら使われん。ビシエドの起用方法が中途半端すぎる。一定期間使ってダメなら切るってのが功労者への配慮ってもんやろ。むしろ扱いにくいのは石川だろ。ビシエドよりホームラン打てるのにビシエド言ってる奴らって石川は虫やからな。岡林まだ我慢して使ってんだな。今まで頑張ってきた村松と田中が離脱したりしない？そうなれば一気に崩れ落ちそう。カリステの万能具合がな。周平戻ってきたらどうするんやろと思う。あれ翔さんもう復帰できるんか？中田離脱後の方が強いやん中日。今年のセデなら5割近辺狙える可能性はある。今年は去年までより期待はできる。まあ他球団が落ちてきてるだけなんやが。そもそもの話、完全体なら勝てるんか？選手は揃っても監督の采配がね。楽天、西武にはなんとかなりそう。三好使うと勝率高いって聞いたのになんで使わないんや。高狩り期待しとるで。保守は加藤にするんちゃう？パリーグのデータ持ってるし。なんで軍事と有丸出したんや。ハムでポイントゲッターになっとるやん。ハムだと前を打つ選手が足や頭を使ったチャンスメイクしてもらえるけど、各駅停車のチュニドラ打線だとはもうチャンスを作ってもらえない。代表クラス細川だけやんけ。もう中日の何が悪いのかわからなくなってきた。交流戦は勝ちまくるか負けまくるかどちらか極端な結果になりそう。